バーサスパワーアップレース50コインを1枚以上取ってからゴール。よし、それじゃあ今日もみんなでバトルやっていきますか。パワーアップレースか。ファイヤーボールだったり、あの USA キノコだったりを駆使していく感じじゃないかなって僕思うんですけどね。よし、それじゃあここ、ちょっと待って、早く、おーし、OK、危ねえ。ギリギリだね。よし、どんな感じだろう、パワーアップレース。これは僕ルイージだったっけ。待って、僕マリオだったっけ。いや、ルイージか。よし、オッケー。これシャガジャンが良かったね。で、ここでシャガジャンが一番いいと思います。オッケーオッケー。で、次右、シャガジャン大事。よし、オッケー。あの二マス壊してシャガジャンじゃね。で、ここはもうシャガジャン、もう一番最初にシャガジャン。オッケー。マリオまだ気づいてないね、それに。いや、もう気づいたのかな。僕のを見て気づいたか。いいよマリオ、僕のお手本にするがいいさ。ね、このレンダル速さはね、もうお手本にしてもしょうがないですよ。よし、オッケー。で、これもシャガジャン、もう壊す前にシャガジャンでいきます。マリオよりだいぶ速い。よし、よし、オッケー。これはもう壊そう。これは1番？あ、1番じゃないっぽい。よし、このままジャンジャンジャン。やばい、みんな速い。マジでみんな速いな。よし、もう一丁。これシャガちゃんでいけるかな。いいね。この USA、 この USA ですね。これは USA、 多分雲とか引き抜きまくるパターンかな。いや、これも無視していきます。これも無視していきます。あのオープン、そっちの方がきっと早いだろうから。よし、 OK。 で、これ壊す。いや、これ早いでしょ。これめっちゃ早いでしょ。 OK、 来た。よし、抜く。やったね。よし、それじゃあこれは奪われないパターンのやつだ。やつだ。カフェインゼロ、なんか見たことあるね。いいコース作るね、カフェインゼロ。いいねしてないけど。いや、僕ね、あの A 連打しちゃうタイプなんですよ。よし、それじゃあ次のコースは難しそうなコースだね。でも一応これあのピッピッピッって箱っていうか、このブロックが入れ替わっても針に当たることはないか。じゃあそれじゃあ右に行きますか。よし。待って、みんなもうジャンプ。オッケーオッケーオッケー。これみんなちゃんと今ね、頭踏んづけて、渡らせてあげた感じするけどね。さあ、これは2、3。オッケー。これ危ない、怖いな、怖い、怖い。マリオ、マリオ一緒に行こうね。マリオ一緒に行こう。オッケー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 。マリオ投げないでね。マリオ投げないで。よし、やっぱしてくると思ったぜマリオ。もうそんなことしてくるやつだったのか。あ、ブーメラン取っていこう。うわっ、ちょっ、いや、まずい、いや、まずい。うわっ、助けて助けて、誰か。マリオ、マリオ、これブーメランでさ、あのひるませることできるの。ナイス、キノピコナイス。え、めっちゃナイスじゃん。よし、それじゃあキノピオ待ってね。ああ持たれちゃった。もう多分ゴールだと思うんですよ。はい、じゃあ、あー、ちょっと待って、何遊んでんの。ちょっとゴールを。簡単コースって書いてるやつが大体難しいんだよな。簡単そうだな。いや、めっちゃ簡単そうだな。よし、それじゃあこれ一番最初にいきます。いい、ちょっと待って、兄ちゃん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 、ちょっと待って、兄ちゃん連れてってあげる。兄ちゃん、もうしょっけ。ナイス、隙間入り。さあ、これはよし、このまま渡っていこうか。あ、引っかかった、引っかかった。まずいな、これ。ちょっと待ってね、この簡単コース意外と難しそうだぞ。よっちゃー、オッケー、来た。このまま簡単で会ってくれ。もうゴールでいいよ、もうゴールでいい。もう早くゴールで会ってくれね、早く。おし、そういえばね、僕昔の動画を見てるとですね、あのオープニングとね、エンディングでよく喋ってたんですよ。で、そのオープニングとエンディングでよく喋ってたんですけどね、途中からね、僕いらないんじゃねえかと思って、まあ、途中からやめたわけですよ。ね、やめたらやめたでちょっと寂しくなった方ももしかしたらいるかと思うんですけど、どうですかね。まあ、みんなちっちゃいで可愛い。そして一番右の人可愛いね。なんか外人っぽいな。マイファーストトラディショナルレベル、トラディショナルっていいのかな。まあ、それの意味は全然わかんないですけど。さあ、あの可愛い子キノピコだったね。そして強いよ。うわ、待って、キノピオ連れてって。うわっとっと、最初やられること多くない。僕アイテム取っていきます。いや、アイテムいらない、もうアイテムいらないね。キノピコ一緒に行こう。よし、頑張ろうね、キノピコ。
神、神がかったね今。めっちゃ神がかってたね。それじゃキノコ取っていきます。僕はキノコ取っていきたいと思います。 OK ナイス。これは右下どっち。なるほど、ここで鍵がいるのか。待ってって、もう今のは僕のおかげじゃなかった。じゃあここでどうせ奪い合いが始まるんだ。よし、オッケー。じゃあこのまま、よし。これ意外と最近なんか抜けるの上手くない僕、ああいうの。ほら、イエーイ。よし、400やっと超えたぜ。5400超えたっていうか戻ったんだけどね。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。途中でね、エンディングトークがどうたろこうちゃら言ってたから、ちょっと今回エンディングトークを入れてみるんですけど、最近僕の動画でね、途中でこの歌を流すと思うんですよ。この歌、シャイニングスターっていう曲なんですけど、この曲めっちゃ良くない？最近はね、すごく好きでめっちゃ使ってるんですけど、この曲を使うとなんか動画の雰囲気が良くなる感なんか動画の雰囲気が良くなる感が出てくるんですよね。まあ他の YouTuber でも使ってる方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ聞いたことあるよね。おそらく1回は聞いたことあると思います。最近ね、このシャイニングスターを動画の途中で挟んだりしてるんですけど、よかったら皆さんもフルバージョンシャイニングスター聞いてみてください。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。